何の用だ、純兄さん。わざわざ吉野に席を外させてまで。博士ちゃんさ、吉野君に恋してるよね。はあ、純兄さん。違うかい？違うに決まっている。あんな年下の占りなど恋愛対象になるものか。第一、吉野には彼女がいるのだぞ。まったく、ああいう男に彼女がいるのも稀有な話だ。それこそ奇跡であろう。うんうん、それで？だが、あやつは大した男ではあるがな。富士での剛腕にして緻密な駆け引きでは死ぬような目に遭いながら気にした風もない。胆力は非凡というほかなく、かと思えば実に細やかで気が利くところもあり、まだ若いゆえ至らぬ点も多いが、それくらいなければ愛嬌がない。体つきはなよっとしてそうで、意外に肉付きや胸板はしっかりしていて、いや、触れたことはないのだが。というか触ってはダメだろ。触れるなら耳たぶとかちょうどよく柔らかそうで、一晩中でも触っていられる気がするな。髪の毛もこう櫛とかで溶かしてやりたいと。あ、うん、そうだな、温泉地に行く予定もあるのでその時にでも。触りたいとか耳たぶとか、それ完全に恋してるよね。え？してるのか。そうでもない、相手の耳たぶを一晩中でも触っていられる方が怖いかな。あやつが携帯でじっと彼女の写真らしきものを見つめているのに気づいて、なぜか猛烈に腹が立つやら寂しいやら。そうか、それでだったのか。来い。いいのかい？大した話ではない。それより純兄さん、私はこれからどうすればいい。まさか吉野に恋してしまうなど、こんなこと予定にないぞ。予定して恋するのもどうかと思うけどね。それはともかく、吉野くんを好きになるのはまずいよ。分かっている。今は色恋にうつつを抜かしている場合では。そういう意味じゃなくて、吉野くんには彼女がいるだろ。あ、うん、彼女がいる相手を好きになるのは不毛だな。そうじゃなくてさ、博士ちゃんが吉野くんとの関係を強く望むなら、その彼女、始まりの木に殺されるよ。